渋川清彦は、日本の俳優、男性ファッションモデル、旧芸名、K、群馬県渋川市出身、リケード所属、既婚、身長175センチメートル、血液型 A 型、趣味はドラム、弟もドラムをしていた。芸名の渋川は、生まれ故郷の渋川市より取った。渋川市流金島小学校、渋川市流金島中学校、 群馬県立渋川高等学校と18歳まで群馬で過ごしバンドでプロを目指し上京東京コミュニケーションアート専門学校のドラム科に入学し1年足らずで中退する19歳の時にちょうど来日していたアメリカの写真家ナンゴールデンに声をかけられ写真集東京ラブのモデルとなるその後ナンゴールデンに連れて行かれた新宿のジャズバーで 写真家、本間隆史と出会ったことをきっかけに、K という芸名でファッションモデルとしてデビュー。メンズ・ロンノやスマートなどの雑誌で活躍。1998年、ポルノスターで映画デビュー。以降、同作の監督である豊田俊明の監督作品には欠かさず出演している。2006年より現在の芸名に改名。 2008年にスターダストプロモーションから現事務所、リケードに移籍した。2013年、第26回東京国際映画祭で上映された。そして泥船は行くで映画初主演。同じく俳優で、モデルの大柴雄介やカメラマンの内藤圭介らと、共にオリジナルブランド、ローターを手掛けている。サイコビリーバンドットキンズドトキンズのドラムとしての活動がある。2021年、 出演作、偶然と、創造が第71回ベルリン国際映画祭、銀マ賞を受賞した。ありがとうございます。